あーやっぱ室内は快適でいいな。壁がキンキンに冷えてやがる。人間どもも俺様に気がつかなければ追ってこないし、しばらくいさせてもらうか。あんなとこにゴキブリが。おい、ゴキジェット持ってこい。ゴキジェット。気持ち悪い。早く駆除しちゃってよね。おい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 、別に何もしてねえだろ。そんな騒ぐなよな。どう。よく素手で触れますね。ま、ゴキブリといってもただの虫だからな。さすが鳥だね。けど食べなくてよかったの。ペンギンの主食は魚だ。抵抗ペンギン。なぜ人は虫を怖がるのか。自然って最高。やっぱたまには息抜きも必要だよね。お前が息を抜いてない方が珍しいけどな。待て、逃がすな逃がすな。ったく気持ち悪いな。もうちょっとで触っちゃうところだったじゃないか。なんだ、虫が苦手なのか。そりゃそうでしょ。細い足がワシャワシャついてるし、急に飛ぶし。逆に虫が得意な人なんている？いや、いるだろ。理解できないよ。外はあの狭苦しい会社と違って空気も美味しいし、リラックスできるけど、虫があちこちいるのが本当嫌だよね。大人になってから苦手になりやすい。もともと野生動物のパンダが虫を怖がるってのも変な話だけどな。気持ち悪いものは誰でも気持ち悪い。あれ、けど子供の頃は触れてたような。虫は大人になるほど苦手になることが多いんだ。人間社会で長く暮らした分、そのあたりは人間っぽくなったのかもな。え、普通大人になれば苦手なものって減るんじゃないの？そんなの子供に戻ってるようなものじゃない？もしかして人間って大人になっても心は赤ちゃんのままだったりする？バブーバブー、もう時間ですか？30分延長でお願いします。それは一部の疲れた大人だな。大人になってから虫が苦手になる原因として有力な説がいくつかある。その中の一つが、自分たちは違う姿をしているからだ。え、それだと僕たちも気持ち悪がられることにならない？ここで言っている違う姿は、手足の本数やパーツの位置、そもそも体の構造が根本的に違うってことだ。あー、確かに虫の見た目って他の生物とあまりに違いすぎるよね。子供の頃は好奇心が強いから普通に触れたかもしれないが、本来人間は自分と違うものを本能的に避けようとする生き物だ。だから虫を気持ち悪いと感じやすい。それに比べて俺たちは体の作りが比較的人間に近いから、あまり気持ち悪がられないんだ。自分は虫と違って人間に可愛がられてるって言いたいの？虫にマウント取るなんて。ペンギンって意外と小物だね。可愛がられてたら社畜なんてやってない。虫のことを詳しく知らない。あとは知識不足が原因とも言われているな。知識不足？ああ、近年は都会の人口が増加して、虫が日常的に近くにいる環境ではなくなっているからな。虫に対する知識が少なすぎて、遭遇した時にどんな行動をしてくるかわからないから、恐怖を感じていると言われているんだ。ああ、確かに自分に向かって飛んできたらどうしようとか考えちゃうよね。ま、中途半端に知識があるのも考えようだけどな。え、例えば虫には毒を持っている種類もいるという知識を持っていると、無害な虫に対してもこの虫も毒を持っているんじゃないかと思うようになって近づかないようになるんだ。一部の厄介ファンのせいで全体のイメージが悪くなるアイドルオタクみたいなものなんだね。怒られるぞ。このチャンネルのコメント欄もたまに。おい、分かり合えば怖くない。助けて、蜂の巣を壊すつもりなんてなかったんだよ。え、なんでこっちに？蜂は黒いものを攻撃する習性があるんだ。逃げるぞ。じゃあペンギンのせいじゃないか。とりあえず今は逃げるぞ。ここまで来れば安全か。やっぱり所詮虫だったね。僕たちに追いつくこともできないなんて。あの羽はお飾りだったのかな。かー、全部ペンギンが言ってました。バチが当たったな。バチだけに言ってる場合か。こうなったら何をしてるのペンギン。俺たちに敵意がないことを伝えるしかない。あ、どっか行っちゃった。あいつだって巣を守るために必死なだけだったんだ。俺たちに敵意がなければ襲ってなんか来ないんだ。蜂の思ってることが分かったの？いや、俺が蜂だったらそうするからな。相手の気持ちを考えて分かり合うことができれば、相手が虫だとしても仲良くできるんだ。芽生える友情。そっち行ったぞシャチ。任せてください。いやすあつい。何の騒ぎだ。お前らちょうどいいところに来た。あいつをどうにかしてくれ。ゴキブリか。普通に逃がしてやればいいだろう。それができればとうの昔にやってる。あれはただのゴキブリじゃないぞ。どういうことだ。レディファイ。サクッと捕まえて外に。
おう。ペンギン。なんだこの戦闘力は。ペンギン、それじゃダメだよ、全然なってない。パンダ、よく見てるんだ。大切なのは分かち合い、互いを理解する心。パンダ。大丈夫だよ、僕はこのゴキブリと心が通じ合った。もう友達さ。お前ついに虫嫌いを克服したんだな。おお、感動したぞその友情。俺も輪に入れてくれ。もちろんですよ。さあみんなで手を取り合いましょう。大切なのは互いを知ること。わからないからで済まさないで、相手のことをよく知れば誰とだって仲良くなれるんだ。いや、何ですかこれ。仕事が忙しくてご飯食べる暇がないよ。お腹空いたよ。大丈夫だ、何の問題もない。水を飲んでいれば人間は1週間から1ヶ月は生きられるらしいからな。次回30日断食するとどうなるのか。ブラック企業か。ええ、それ俺のものもね。難しいな。ペチ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 。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。